GoPro 11ですよ。最近、まあじゃあ調べてる、結構チェックしてると思うんですけど、GoPro 11同時に出た、この DJI Osmo Action 3、ついこの前出た、360度 Insta360X3。でもこれは普通に 4K のアクションカムみたいな、映像も撮れるんで、360度カメラに GoPro がついたみたいな感じで、これが一番古いっちゃ古いんですけど、これも今年出た、Insta360-1RS っていう、これは一応アクション、なんか組み替えできる。カムの普通のアクションカムのレンズと360度レンズを切り替えて、まあどっちも撮れる。これは GoPro に360度カメラがおまけでついてるみたいな、雑に言うと。いやー迷ってる今ね。 GoPro に傾いている。4種類もさ候補があってさ、なんかね最初はこれにしようと思ってたんだけどさ、雑に扱っても大丈夫なのがいいのよやっぱ。360度カメラはさ、どうしてもさ、レンズが出っ張ってるから、ちょっとレンズがね、傷つきやすいみたいなんだよね。カバーとかもあるんだけど、そもそもカバーをつけると水で曇るとか、いいやつでも水に曇ったりとか、で、カバーは外すと、なんか粘着が弱くなってもうつけ外しできないみたいなんだよね、カバー。まあ、結局これがいいのかな、みたいな。もう、360度カメラはいざという時だけ取り外して使って、普段はこういう普通に扱えるような感じのがバランスがいいのか、この X3 はちょっと脱落しつつあるね。純粋にもう360度カメラみたいな、もうなんか決まった使い方しかしない。もう360度カメラ命みたいな、こういう形状が使いやすい人向けだよこれはね。ちょっと俺の中では脱落しつつあって、だからいろんなのがあるんだよね。Vlog カムっていうか小さいカメラのジンバルがついてる、あのオズモポケットとか、こう手に持ってちっちゃいレンズがニョニョニョってするやつとか、あれも要はだからいちいちケースにしまってしまわないともう壊れるとか、水につけられないとか、いや落としたらやばいとか、そういうので全部もう最初からもう鼻から眼中になくて、結局この360度カメラっていうのも純粋にそれと同じ類なんだなみたいな、あんまりチェックしたことなくて。そうするとちょっと360度カメラの性能はちょっと低いけど、これかこの同時に出た GoPro 11か、この DJI の普通のアクションカムか、 Osmo Action 3ってやつ、そうこの3択かなと思っておる。同時に出たこの Osmo DJI のやつか GoPro の違いっていうのが、もうざっと調べたら簡単に言うと、撮影したデータの扱いというか画質も含めて、なんか縦にも横にも、一回撮れば縦にも横にもできちゃう。だから SNS とかリールとかの動画用にもできるし、 YouTube 用にもできるしとか、そういう、あとは360度ほどじゃないけど方向だけ決まってんだったら360度カメラみたいに撮れるよみたいな、だからその映像のこう質とか融通が効くとか、あとなんだっけ、夜のなんか光跡とか撮るような、簡単に撮れるようなモードがいっぱいあるとか、そういう、だから SNS 向けだよね。 SNS とかでいっぱい動画上げたい人なんかは、だからまあこっちの方が良くて、すごい派手に動いた場合の手ブレ補正はもう多分明らかに比較見たらこっちの方が良くて、こっちの DJI の方はタフだよね。電池の持ちがいい。画質のアップデートで少し GoPro に、今はもう明らかに画質を劣ってて、近いうちのアップデートで GoPro に多分追いつくんだろうけど、検証できないから分からなくて、手ブレ補正はちょっと弱くて、ダイビングやない人は関係ないけど、裸でも水深16メートルまで行くとか、で、小さい。で、安い。GoPro をすごいうまく買ったとしても、1万5000円ぐらいは差があるから、まあだから迷ってるね。3択だね。これは画質的には多分一番劣っちゃうんだろうけど、付け替えできる、まあ360度カメラもちょっと性能は、まあでも普通にやる分には十分だしね。まあその付け外しができるから、あんまり壊れないようにちゃんとこう360度のやつはやたらめったらやんなければ、まあ普通に普段の使い方でも全然使いやすくて、まあやっぱ360度は他の2つでは撮れないから、他の2つで分かりやすくできない表現ができたりするのがこれの強みなんだけど、ただ GoPro、 こっちの GoPro ならまあそれに近い表現はできるし、編集が楽なんだよね。360度の映像は編集がちょっとめんどくさくて、
インスタ360の比較で言うなら、これは、だから別にレンズを切り替えなくても、モードを切り替えるだけで、360度と、普通のモードが切り替えられますよっていう。普段何かこう、撮ってアップするとか考えたら、もうやっぱりどうしてもめんどくさい。結局そんなに使うのかな？値段も、だからこれと GoPro が一緒かな。これと GoPro がうまく安い時狙ってやると一緒っていう。うわぁ、こう続けがたいね。ほんとね。これね。これはコスパはいいよね。普通のアクションカムでいいやって人はこれが一番いいよね。これだね。360度専用じゃないんだけど、普通の GoPro みたいな映像もこれは撮れるようになったからいいなと思ったんだけど、これは多分脱落かな。ちょっと。最初一番欲しかったんだけどね。最初見た時、おぉすげえと思ったんだけど、そもそも360度カメラは、スキーとかスノボとか360度カメラを絶対使いたいみたいな人じゃないと向いてない。なんか今後多分 SNS になんかやりたいみたいな仕事がもしかしたらね、後々こう出てくるってなった時にアクションカムも結構昔よりも多分普通に仕事の道具として使う時代、なんか時代になりつつあんのかな。まあやってる人もいるんでしょうけど、そういう時にやっぱ結局画質が良かったりとか、いろいろ使いやすい映像を生成できるみたいな、そういう部分では GoPro がまあ一番いい。まあいや、今 4K 撮れれば十分なんですけど、ただ GoPro は別に一回録画すれば縦にも横にも結構綺麗に切り取れる。 GoPro は縦にも横にも切り出し、まあモードによるんですけど、切り出しが一個やればもう後で編集でどうとでもなるなりやすいっていう特徴があるんですけど、 DJI の方はマウントがマグネットなんで、横に一瞬で横にも縦にも付け替えられるみたいなので、まあそういう意味で言うなら切り替え自体はこっちの方がいいのかもしれない。まあただ結構最近たまに俺も言われるんですけど、納品する動画をインスタにも上げたいんですけどっていうのがあって、 YouTube がメインなので横に撮らなきゃいけないので、そこからどうしても同じやつを使うんだったらそこから縦に切り出さなきゃいけないから、切り替えて2テイクできないんですよね。だからそういう意味ではやっぱり同時に撮れる方がやっぱりなんか仕事でも使えるのかなみたいな。長い目で見たらちょっと高くてもまあこっちなのかなみたいな。で、360度のカメラは、やっぱりそれにしかできない表現みたいなのがあるから、まあ、そこも捨てがたいんですけど、これはなんかすごいバカ高いんですけど、もう1インチのそのライカの360度レンズみたいなのが、これもちょっと前に出て、まあ一応これ、とりあえず最初この普通のやつを使っといて、360度レンズを使っといて、それに切り替えれば、まあ別にそういうのでもいいっちゃいいんですけど、まあクソバカ高いのと、360度は、っていう、まあ迷ってますね。だから、なんか今話してて思ったのは、これか、GoPro ですね。GoPro 11に俺はするんじゃないかなって今話しててそういう気がしてきました、ね。チャンネル登録よろしくピカー。